さて今日のアフターテラちゃん経済学者田中秀富先生です田中さんよろしくお願いいたします先ほど本編でですね<え>あの宣伝もしましたんで、はい、帰りますわダメですよ宣伝したからやんなきゃいけないんですよかここはえー、いいえー、じゃないですよ、えー、<laughs> さて回転寿司チェーン採用手のスシローが卓上の醤油ボトルの注ぎ口をペロペロ舐めるなどの迷惑行為をした少年に対し損害賠償を請求する訴訟を起こしましたえ初は 当初、スシローが少年側におよそ6700円の損害賠償を求めたま、この訴訟を起こしたとそう。生じられ報じられていたんですが、スシロー側はですね。今回の訴訟で損害賠償請求額をさらに大幅に増額する方針であるということを、小学館の女性セブンが報じています。で、この記事によるとこの少年の迷惑行為を受けて、スシローは再発防止策としてテーブル席とレーンの間に。 アクリル板の設置を進めていて今後9300万円程度の障害が損害が生じる見込み損害の発生を踏まえて請求を拡張する予定、まあ、こう主張しているといいます6700万円の損害賠償にさらに9300万円分を上乗せするのか、まあ、今までのこの損害も込みで9300万円というこの賠償請求に増額されるのか、まあ、このあたりはまだ分からない まあ、いずれにせよです、ね、膨大な損害賠償請求となっているこれは田中さん事実のようですねなるほどいろんな意見がネット上でも、ね、あの飛び交っていますが、うんまあ、企業側としては、えー、一定の合理性があると思ってやってるんでしょうね僕がですね逆に、えー、ペロペロ舐めた少年側であったらこれはたまったもんじゃないかなとええー、気はしますけどね、ええ、どうなんですかね。はいこ ねまあ、やったことはやったことですけれどもね、えー、ひゃーみたいな感じですよね、こっちはっつって、でも、まあ、企業側からしたら、今後こういうことが起きないようにも、まあ、ある意味、見せしめの気持ちも込めて、ですねかかったものはかかったんですからと。ええ まあいうう主張でしょうからねなんとなくこうアメリカ的な雰囲気アメリカのなんか裁判を見ているような感じでもします、ね、のでこ少年側のいたずら動画で1億近い損害賠償はやりすぎというこのスシローに対しての批判の声もあるようなのですが、まあ、もちろんスシロー側、今回少年が支払えるような金額とは思えないほどの高額な損害賠償を行った背景には外食文化への悪影響をですね。 えしかないこの迷惑行為に対して断固たる姿勢で臨んでいること、まあ、こちらを内外にアピールするためということがあると言われています、まあ、このあたりのスシローの裁判に対しての,この本気度ですよね。そうですよね、えー、だからまあ、えー 当たり前ですけど損害賠償を請求した金額がそのまんま認められるってことはもうないと思うんですよだからどこら辺がお、まあ、落としどころなのかっていうのは、ねえーまあ、それがまあ具体的な賠償額ですがそこはまだ見えてきてはいませんがこんなに多額にはならないと思うんですよね。でやはりこのペナルティって言いますかね見せしめ効果っていうのを、まあ、やはりあの企業側はかなりこうね、えー、業界のある種代表としてねやってる側面もあるんだと思いますね。 そういったところで世論の後押しみたいなものも期待したんでしょうけど、まあ、今のところこの、ね、金額だけが大きく取り上げられてネットででは、ねえー、かなりこう不評ですよねスシローが裁判の訴状において各店舗の衛生管理に疑念を生じさせ多くの客に著しい不快感、嫌悪感を与えたと記して衛生管理面での信用が損なわれた、まあ、この点ですとか醤油ボトルの廃棄費用なども含めて全国 全部で六千七百十五万一千九百七十円の損害賠償を少年に求めるとしています。で、また実際に少年が動画を投稿した翌々日、スシローの親会社の株価が五パーセント近く下落し、たった一日で百六十億円以上の経済的価値を失ったとも言われているために、まあ、さらなる増額を含めた金額の賠償請求になっている。うこういうふうに説明しています。この金額をですね、少年が 支払ええるとは思えない部分もちろんあるわけなんですけれども、まあ、今後の裁判でこの賠償額をどこまでこの下げるのか下げられるのか、まあ、これが争点になってくるということですね。でこれ、まあ、あの素人的な視点で考えると迷惑をかけたお店1店舗に対して消毒にかかった費用に慰謝料迷惑料数百万円を上乗せする、まあ、こういう程度かなともこう思えるんですけれどもこの辺りはそうじゃないってことなんですね。まあだからこれ、うん えー、6000万円台、はい、今現状で、そ,うです万それが全部あの認められるとは限りませんから、ええ、やはりこの裁判所の判断、分かんないですけど、まあそんなね、えー、例えば1000万、仮に切ったとしてもです、ね、数百万円でもかなりこう、ねえー、重たいう、えー、賠償金額になる,なると思いますから、ペナルティー効果としてはあると思うんですよね。ええ、で、まあ、無罪方面になるかっていうと、それはちょっとどうかなっていう、えー、まあ、観測ですけどね、ええ、まあ分かりませんけど、裁判の 結局こう裁判あの、弁護士さんの、ね、費用なんかもかかってるわけですよね、双方ね、えーえー、それをどっちが負担するかとかね、えー、そういうのもこう裁判所の判断を見なきゃわかんないんですけど、まあ、少なくともこの弁護士費用を考えるとです、ねえー、裁判になるようなことはやっぱ起こすべきじゃないなとうう思いますよ。えー、特にに今回の場合は明らかに、ねやっぱこのえー、スシローで その注ぎ口をペロペロ舐めたっていう行為がやはりこれはねこう道義的にもまあ法的にもですねやっぱまずいと思うん、うん 思いますから。えーはい、まあね、えー、やらないに越したことはないと思いますよね。本当ね。うんえー、で一方で少年側は今回の出資労側からの高額の損害賠償請求について、えー、請求棄却これを求めて争う構えを見せていると言います。まあ少年側の弁護士からは本件訴訟は被告の迷惑行為に端を発している。被告は現在も反省の日々を送っている。以上を前提に以下の主張をすることをご理解願いたい。 まあこういう前置きがなされた上で少年のペロペロ動画が拡散されたことについて被告は本件、友人との間でのみ本件動画に関する情報を共有する意思だったと説明、まあ、その上でまさか本件動画が第三者に共有されさらには拡散することまでは予想していなかった、まあ、こういうふうに主張しました。 最終的に動画を拡散させたのは某有名インフルエンサーであるとして。 被告は本件、友人が行った本件、動画を第三者に共有する行為を補助していないし、その意思もなかったとしています。まあ、この動画は拡散していないんですよ。私たちという主張、これはどうなんでしょうね。まこ、あ、この経緯は例えばねえ、仮に本当にこの被告と友人だけがあのやっているですね。はい、例えばメール上だとか、うん、line であるとか。そこだけのこの動画のね。やり取りで。あって たんだったらあれですけど、まあでもね正直言ってそれでもこうその送られてきた動画をどういう風にそのまあ、もらった側がねあの使うかそれはこうね、えー、かなり不確定要素が伴いますからそういったことも含めてですねこういった動画のねあの送るっていことは慎重になるべきだというのが普通なんですよね明らかにだって社会的にはおかしいわけじゃないですか、はいね、でで でもそれやっぱ楽しんで仲間うちでやっちゃったわけでしょ。はい、でそれそれをもらっているその仲間お仲間さんもどんな人か知りませんけど、これはまああの家庭ですけどね。あのそれをねあのまあ拡散あえて、えー、第三者に見せるような形で利用するかもしれないし、はい、実際にしたわけですよ、えー、ですこれね。共有したというので、えー、第三者に共有したところまでは認めてますから。えー、だから、はい、まあそうなる可能性もまあ。 考えるのが普通だと思うんですが、うん、まあそこができなかったってところなんで、うん、えー やっぱね、こう社会的にまあ未熟だったんじゃないかな。少年たちがね。まあでもね、まあそこら辺もちょっとこう社会的な未熟さが未成年ゆえにあったんだからどうかね、あのごめんなさいと言うんだあればいいんですけど、請求棄却ですか。あの請求するのをあのね認めるなと裁判所側に少年側の弁護士からは言ってるんですかこれ。そこはちょっとでどうなんかな。 そういう、ね、その求めて争う構えを見せていると、まあ、構えを見せ,現では見せていると。なるほどね。だからまあ裁判なんでね、あの。えー、社会的に、えー、白黒つけるってわけじゃなくて、あくまでも裁判上のこのね。法律だとか、はい、この弁護のね、あのコーチの問題であるとか、いろんなものが絡んでくるんで。えー ネットの人たちが思うようなほど、えー、白黒はっきりっていうような形にはおよそつかないと思うんですね。これ民事でしたっけ おそらく民事ですね、えー、だから、えー、民事上の争いですからねますますこれね白黒はっきりなんか実際にはつかないですよはね、うんえー、あのー、となると落としどころですね落としどころですね、えー、だからそれを見て、えー、またねあの第三者がどう思うかっていうね、はいえー、ことなんでしょうけどねで、そしてスシロー側が訴える客数の減少については、えー、回転寿司業界は競争が激しい仮に客数が減少していたとしても今回の被害を受けたおみ 店の立地を踏まえると、減少の原因が他の店との競合にあることも考えられると述べて、スシロー側の主張には根拠がないとしています。え、また、お店の売り上げが落ちたのは、ペロペロ動画のせいではなく、競合店との競争に負けたからというまあ。こういうその少年側の弁護士の言い分が加わってるんですね。なるほど。だからそれ、えー、もしね。わかんないですけど、これその弁護士側の具体的なね。あのー？ 証拠もまだあの私見てないんで何とも言えないですけど、はい、仮にこの、ね、あの今の説明どおりだとしたらそれをまあ実証的なデータで計量的に示してみればそれはそれで一つのねあの反証にはなるでしょうけどそれができないんであればですね、はい、まあいろんなねあのことを言えるわけですよ雨が降ったから、うんえー、天候が悪かったので人々の気分がダークになったので回転寿司行かなくなったので売り上げが落ちたのでそれは天気のせいであるとか、ね ええ、いろんなあの、まあ、これは一つの例ですけどええ、はい、いろんな要因が考えられるわけなんですよ。えええー、だからまあそれがまあ裁判の中でどういうふうに評価されるか、ね、さらにねあの裁判側の判断も加わってきてですね 難しいっていうか裁判技術の灰なしなんでね、うんはい、まあ我々はやっぱこう普通の常識を持ってこの事件を見なきゃいけないですよね、うん、で現実問題としてですね、うん、数千万円の賠償金を請求されても少年には支払い能力がないです、はい、え今回の訴訟はスシローが少年を訴えているため原則としては親に賠償請求はできないんですけれどもまあ、今後親の教育と少年が起こした騒動の間の因果関係これが認められれば親に支払い が命じられる可能性もあると言います。まあ、結果的にこの事件が子供の教育問題とされるまあ、その方向で親への支払いが命じられるかもしれないということなんですね。まあ親としてはですね。えー、まあきついっすよね。自分のこのね。教育が。 あの今回の事態を招いたということが裁判であの決められるとなると、ええ、これ一般的な親の心情としてはですね,ね<え>本当にこうきついなって気がしますよね。だってすでにもうそういうふうなことをおそらく、ね、普通の親御さんであれば自覚してるわけですよ。それをさらに社会的に追認されて、えー、しまうということはこれは、まあ、親目線からするときついでしょうけど、まあ、社会的にはですねいろんな見方があると思いますね。はい、うんはい えー、あもう10分過ぎちゃったんで、えー、んもうこれじゃ話すと、えー、かけちゃピになっちゃうんでこれだもう違うこと言っちゃいますよはい分かりましたはいちんちろうちんたといやいやだからいいからいいからそんな大棚ざらいじゃないんですからはい以上アフターテラちゃんでした田中さんありがとうございました